ダンベルがあるじゃないか。わ、なんてこったこれ。おー、やりっぱなし。でもこれあれですね。ベンチがないな。これでデッドリフトぐらいしかできませんね、これ。これ何キロだろう、こっち側。これだけ異常に大きいな。これ20キロ、25キロか？ダンベルは全部形が大きさ。はい、どうも皆様、こんにちは、グリードです。ついに皆さん、シーズン1スタートです！はい、というわけで、シーズン1スタートして、追加マップやら新武器やらコルドーには来て、で、ウォーゾーンがちょっとまだプレイしてないんですけど、新マップアルカトラズと、まあ、ウォーゾーンに、コールドーンの武器が追加されてるはずです。で、ここにレイドありますね。あ、ちょっと検索かけちゃった。レイド追加されてます。これ多分レイドと追加マップの、オンリーのマップかな？あ、ルールかな？で、ガンファイトも復活してますね。で、プロップハントあるね。かくれんぼのルールもあります。で、ニュークタウンホーリデーも来てて、なんかいろいろ追加されてますが、はい、バトルパス。そうだそうだ、これ、僕ね、PC 版と PS 版のアルティメット版どっちも買ってるんで、なんかね、この、最初から40、ティア40からスタートするっていうボーナスがついてるはずと思ったら、ここでまさかのゲームがエラー落ち。はい、というわけで帰ってまいりました。これ式のバグでは、私は通用しません。あ、なってますね。これでもうティア40です。40スタート。で、新武器手に入ってるはずなんだけど、ありますね。グローザ。AR から AR 枠でグローザと、なんかいろいろ武器のね、バリアントも増えてますが、来ましたね。これ SMG Mac。Mac10 追加されてます。まあ、これらの武器も多分ウォーゾーンでね、まあ、モダンオフェアのエンジンで。このコールドーンの武器を使えるというなんか不思議な感覚になってますけども。今回ちょっと新武器使っていこうか。で、またまた、課金のいろいろ追加されております。で、皆さんこのね、バトルパスの画面で左スティック一回押し込んでもらうと、ね、クリエイターコードを打つ場面があります。で、この欄で、こういう風にグリードって打つと、僕のことをサポートできるので、もしね、応援してくれる方は課金の際に、このね、ぜひクリエイターコードグリードを打ち込んでいただけると非常に嬉しいです。よろしくお願いします。さあ、というわけでやっていきたいと思います。ニュークタウンの、夜マップだね。なんか BO4 の時にもこんな感じのあったような気がするな。わーお詰められてるな。いや、ほんとね。この武器を一言で言うのであれば、なんでしょうね。劣化版 XM4 ですかね。なんかね、かなり打ち曲げるんですよね。いや、アタッチメント解除していったら変わるのかもしれないけど、いや、でも、レート、普通、威力低め、反動大きめって感じですね。いや、なんとも言えない、なんとも言えない性能になってます。正直もうちょっと強くしてあげてもいいんじゃないかなって思うんですけど、おお！いや、この武器がね、まさかストーナーとか M16 とかが一緒にいるゲームとは思えないですね。一緒のゲームとは思えない性能です、正直。裏取りいけるんじゃないか？で、多分奥で湧いてるから、あっちあっちしつつも、奥行って、なんか本当は登ろうと思ったんですけど、乗り越えてしまったので。あー、ショットガン。まあ。でもリスポーン取れたんじゃない？ナイスです、ナイスです。あれ？でもやっぱそんなに弱くない打ち勝てる気がするな。なんかスペツナズグリップ解除してからなんかいい気がするな。あれ？あれ？もうやっぱ強いのかな？壁抜き。やばい。死ぬ。おっと、入ってきたか？いやー、ダメか。おっと？これ隣分けしてるぞ。ポイントだけやりたい。後ろ湧いてない？大丈夫？確認して。ロング来そうですね。ほいっつ。ナイス。左グレーンだね。あれ？で、味方が前詰めたから後ろ湧きそうだなと思ったら本当に湧いてましたね。まだいそう。外周行ったか。あれ？ちょっと待って。なんか倒せるな。ノーアターの時相当きつかったんですけど。あれ？やっぱ強いのか？
弱くはないのか。大マシン使っていこうか。上行っていなくなってる。でまずヘリを出す。ここでヘリを先出してから、まあ、敵まだエアパトル呼んでないでしょ、持ってないでしょ。うわー最悪、ここで死んでしまうのは相当もったいない。さあこのヘイター敵映るかな。なんかバグなのか知らないんですけど、ゴースト持ち映ってない気がするんですよねこれ。ダメだな、多分映ってないな全員。いやこれバグでしょう完全に。まあ今までのね作品だったら、ゴースト関係なく全員映るはずなんですけど、めっちゃキルされるやん。やっぱ2、3人しか映ってないな。ダメだな。いやー、残念だな、これ。非常に残念。わお。さあ、どうですか？右レーン来てるかな？いつもよりだいぶ神経使わないと、この武器で撃っちゃうときは。敵が撃ち出す前に決める。僕の後ろいるな、これ。ショットガン持ちだ、しかも。あ、リスポーン変わった？わあ、惜しい、惜しい、惜しい、今のは。今の惜しかった気がする。なんだ、このリスポーン。で、日本のリス取れた。隣さん、お隣さん。やばいって、ちょっと。カオスになってるって。削って、いいね。で、セントリーはこれで壊す。あれ、壊れてないな。多分2階ですね。2階いる。うわぁ、気づいてたか。やるな、RPD さん。この人かな？後ろ湧きそうだな。で、地点乗りつつの右レーン来てるから、削ってちょっと リロードして、右後ろ来てるね。大丈夫かな？うわぁ！ここ当たるか。ダメか。よし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 。まずい。ラジコン、ケツからラジコン。大丈夫かな。よしよしよし。お、あれ？やっぱなんかアタッチメント解除したら強い気がしてきたな。裏脇か？危ない。わーお、いい殴りだね。僕ももっと殴り出していきたいな。危ない危ない。スティームショットで回復されてる。後ろ湧いてるな、そして。いやー、反応してくるね。12発やれるか？いや、2回来たか。いやー、敵もちょっといやらしいルート使ってくるね。1位。で、セントリーは壊す。いて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 。いていていて、壁抜かれてる、壁抜かれてる。そこ手前おるんだけど。見えない。綺麗に見えない。綺麗に見えない。まだいるんだよな、あそこ。顔出してきて。いい、すごい忍耐力、この人。やばいやばい、死ぬ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 。2階か。やっぱこの反動を、あつ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 。反動を利用して、ヘッドショットに持っていくっていうやり方が、強い気がする。1位。外周まだ来るかな？あ、敵の空爆っぽくない？これ。あ、だいぶ味方かな？よしよしよし。ここで決めたいね。僕は右レーン見とこうか。大マシン溜まりましたけど、大丈夫。一発も撃ってないから、
大丈夫大丈夫、まだ大丈夫。上から撃つか。湧きたてなような気がするからちょっと下がっとこう。うわーマジ、そっちから来る。暗殺しとる。戦場のど真ん中で暗殺しとる。もうそれはもはや暗殺ではないんやけど。よしよしよし。手前来てない？あ、エアパトロール来た。あれ？やっぱ強いのか？どっちなんだい？どっちなんだい？この武器は。カット。どう出る、どう出るこれ。右から行きたいな、ひっくり返したいな、リスポーン。隣いる。またセントリー来たか。20発しかない。あー、なんか敵出たよ。後半になって敵がなんか強くなってくるやつ。後半になって本気出してくるやつ。これ敵押しすぎてリスポーン変わったりとかしないか？ダメか？顔出してくれ。やっぱ映らないなぁ。いやぁ、ダメじゃん、このスコアストリーク。こんなに高級なのに、ゴースト映らないとか。いや、ゴーストだから映ってないのか、そもそもバグで映ってないのか、どっちなんですかね、これは。おぉ。やばい、これは死んじゃう。ここで決める、ここで決まりそう。ここで決まる。いやー、どうだ？あと2点。いや、決まらないの、ここ。マジで？あ、センターで終わりそう。ナイス。おー！ 103 キルいってた、マジで？いってたんか。どうですか皆さん、これ使ってみて。強い、さあ、約2万、スコアの、1万4000ダメージということで。どうですかね、ちょっと感想お願いします。この武器使ってみて。僕はね、なんか、多分、この後クリグとか使ったらめちゃくちゃ強く感じると思うんだよね。まあ、でも、反動強い武器っていうのはなんかちょっとね、こう、ロマンがあるから、まあ、使ってて楽しい武器ではあると思います。はい、というわけでお疲れ様でした。よかったら、今日も、高評価ボタンと、ぜひね、チャンネル登録してない方はまだ押していただけたら非常にモチベーションになるのでよろしくお願いします。お疲れ様です。